アイル・オブ・パームズはアメリカ合衆国サウスカロライナ州南東部のチャールストン郡に位置する都市である。大西洋岸のバリア島の上にある。2010年国勢調査での人口は4133人だった。アイル・オブ・パームズはチャールストンノースチャールストンサマービル大都市圏とチャールストンノースチャールストンと進化地域に属している。地域は細い地になっており、海は 海浜が伸び、本土とは沿岸内水路によって隔てられている。休暇を過ごす、家の所有者と年間を通じた住民の裕福な都市であり、海浜には大型家屋、リゾートハウス、土地のレストランが並ぶ。夏にはビーチバレーの人気があり、ウィンドジャマークラブが一年中何度もトーナメントを開催している。アイル・オブ・パームズの海浜アイル・オブ・パームズのある島の 元々の住人はシーウィー族インディアンだった。南北戦争の間の1864年2月、潜水艇の HL ハンディーがアイル・オブ・パームズとサリバン島との間にあるブリーチ・イリエから出港した。19世紀後半、地元住民がこの島を休暇を利用する場所として利用し始めた。当時は私船が島に渡る唯一の手段だった。 1899年、J.S. ローレンスが島を購入し、この島に現在の名前を与えた。それより以前は、ハンティング島あるいは、ロング島と呼ばれていた。1906年には、島に50室のホテルが建設された。1912年、ジェームズ・ソティルが、海浜のパビリオンとアミューズメントパークを作らせ、本土のマウント・プレザントから、サリバントを経由して、 アイル・オブ・パームズまでトロリー線を建設させた。1929年チャールストンとマウント・プレザントの間にグレース記念橋が建設され、島まで自動車による交通が可能になった。JC ・ロングが島の大半の土地を購入し、第二次世界大戦の退役兵のために低価格の住宅を建てた時に大規模な住宅開発が始まった。1975年、 シーパインズカンパニーが900エーカーの開発地を作った。これが現在ではワイルド・デューンズ・ビーチラケット・クラブと呼ばれている1960年代海洋考古学のパイオニアであり、ナンパ船や海中に沈んだ宝物に関する著書や記事を量産した作家であるイーリー・スペンスが、アイル・オブ・パームズの住人ウォリー・シャファーとジョージ・キャンプ船の助けを得て、アイル・オブ・パームズの沿岸で、 多くの難破船を発見した。その発見物の中には、南北戦争の時の封鎖突破船である、ラトルスネーク、ストーンウォール・ジャクソン、メアリー・ボワー,ーズ、コンスタンス、ノースマン、ジョージアナがあった。潜伏を鉄で走行した、蒸気船ジョージアナはその諸女航海の時に沈んでおり、当時の文書によると14門の大砲を装備し、有名な南軍のクルーザーであるアラバマよりも、 強力だった。これら歴史上の難破船の発見により、難破船の考古学引き上げを認める、サウスカロライナ州の水中遺物法が成立することになった。1989年9月21日、サウスカロライナ州を襲ったハリケーンヒューゴにより、島は高潮で洪水になった。アイル・オブ・パームズの北東端にはワイルド・デューンズの私有コミュニティがあり、 島のその部分にあるサスの砂が大型集合住宅の基礎周りから洗い流され、深刻な侵食の危機にある。市は2008年春から夏に海浜回復工事を行ったが、これが議論を呼んだ。この工事は春節した砂で海浜を埋め、危険になった建造物を救っていた。アイル・オブ・パームズは大西洋岸にあり、チャールストン中心街の東、道路では15マイルにある。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は5.4平方マイルであり、このうち陸地4.4平方マイル、水域は1.0平方マイルで、水域率は18.40%である。市内にはワイルドデューンズリゾートがある。アイル・オブ・パームズからは、チャールストン国際空港を利用している。ノース・チャールストンの市内にあり、アイル・オブ・パームズの北西約12マイルにある。 サウスカロライナ州の空港でも最も利用客の多い空港である。隣接するチャールストン空軍基地と滑走路を共有している。チャールストンエグゼキティブ空港はチャールストン市のン島にある小さな空港であり、一般用途に使われている。双方の空港ともチャールストン軍航空局が所有し運営している。アイル・オブ・パームズのレクリエーション部以下は2010年の 国勢調査による人口統計データである。アイル・オブ・パームズ氏は、市長、市政委員会方式の政府を採用している。リチャード・クローニン、2009年1月27日から、現職市政委員会は8人の委員で構成され、市全体を選挙区に選出され、任期は4年間、2年ごとに半数が改選される。チャールストン軍公園とレクリエーション委員会が、 アイル・オブ・パームズ・軍立公園を含め軍内の多くのレクリエーション施設を運営しているマリーナとボート用陸場。ありがとうございます。